皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオメーカー2パート15やっていきましょう。今回はステンドグラスの完成目指して頑張っていきますよ。今のお願いはこんな感じです。前回はね、確か59番までクリアしたので、60番、ふわふわジャンプで雲の上、この辺りはピーパックンに守らせてっと、うん完璧、ちゃんとゴールできるか試したいけれど時間がないや、竜巻内で A で高くジャンプできるから誰か代わりにゴールして、大空の管理人。大空の管理人は初めてですよね。ジュゲムのことを言ってるんでしょうか。はい、ふわふわジャンプで雲の上、ゲームスキンはスーパーマリオワールドを頑張っていきましょう。ピーパックンってなんだ、初めて聞きましたけど重力が全然違う。そっか、夜だからいつもより高くジャンプできると。こいつらか、こいつらがピーパックンなんでしょうね。後ろになんかいるな。今アンドゥ犬が後ろにさらっといましたけど、なんかレアなんじゃない、そんなことないのかな。フラワーをゲットして、オッケー。ダッシュジャンプしないと高くジャンプできないので、そこは気をつけていきましょう。オッケー。で、こいつらもファイヤーで蹴散らしていきたい。10コインやった、危ない。危なかった今ので。中間バタをゲット、これもフラワーですよね。じゃあ取らずに一応残しておきましょう。なんかあったら戻ってこれるようにしておくといいですね。ブラックパックンだ、ブラックパックンも浮かしたりできるんだね。で、そいつらも与えるな。ファイヤーじゃ倒せないよね、確か。倒せねえ。ちょっと待ってよ。ジャンプして、OK。で、ここ上に行きたいんです。素晴らしい。で、こっち側に行って、そこのピーパックンはファイヤーで蹴散らしておきましょう。待てよ。ブラックパックンが怖い。ブラックパックンに当たらないようにゆっくり降りていく。コイン全部取りたかった。で、これはファイヤーで蹴散らした後に来れば10コインもゲット。いいですね。ファイヤーで来た価値がありましたが、逆？今度は。ブラックパックンの上に竜巻がありますが、いいや、ゴールしちゃおう。別にね、このタイミングでコイン数枚しか変わんないんで、もうここは下手に粘るよりもいいでしょう。よーし、なんとか一ステージ目クリアしました。結構短かったですね。ステンドグラスがあと何回だっけ？はい、206コインゲットして、もうコインはゲットする必要多分ないんですが、まだ全然じゃん。あと4回頑張っていきましょう。ステンドグラスが終われば 100% になるのかな。はい、61番、地の底を目指して。楽しいお家を考えたぞ。玄関にちくわブロックがあるお家。あー、でもこれだとお客さんが入りにくくなっちゃうな。ちくわブロックに乗りつつゴールまで行けるか試してほしいぞ。いたずらモグラ、いたずらモグラも聞いたことないな。なんか新しい人たちが増えてきましたね。いたずらモグラはチョロプーのこと言ってんのかな。はい、ゲームスキンはスーパーマリオブラザーズ3。ちくわブロックめんどくさ、これ。待って、こっち側なんかあるとかそういうオチはない。ちくわブロックに何かを隠したりはできないっぽいですね。じゃあ進んでしまいましょう。この辺にも何もないよな。オッケー。マジでお家の前にちくわブロックあるだけじゃん、これ。はとりあえずフラワー取るよ。はい、フラワーを取って、端っこから落ちていった方がいいか。待って、ブラックパックンが怖い。ブラックパックンが怖いのとあんたも怖いな。ブラザーズ3ってもともとチョロプーいませんよね、確か。多分これはマリオメーカー専用かと思うんですが、クリボーの方には行かなくていいよね。コインの方に行った方がいいと思います。チョロプーもー、せっかくファイヤーだったのにもったいない。あった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 。このフラワーをしっかりと取っていきましょう。はい、ゲット。コインもまあ綺麗に取っていきたくはあるけれど、あんまりね綺麗に目指してぐだってもダメなんで。今いたのか、気づかなかったな。はい、コインを取って、ブラックパックンは無視でいいですね。で、クリボーちゃんも綺麗に片付けておきたい。踏んだ、お前らも倒しておく。オッケー。なるべくね、あの不安要素を取り除いていきましょう。竜巻マジか。待って、竜巻えぐいって、竜巻えぐ、もう待って、やばくねこれ、竜巻やばくね。一旦この下に入る、これが多分攻略法ですね。で、ここで降りていく。 OK。 30コインは見逃せないな、これは取りたい。あー、待てよ、なるほど、竜巻を落とさないといけないんだな、こっちまで。いいや、じゃあもう、うお、でかかった、めっちゃでかかった。はい、ここファイヤーで倒しておいて、ちょっと危ないからね、できるだけファイヤー、やべえ時間が危ねえ、やばいぞ。それは知らなかった、時間は余裕あるもんだと勝手に思っていた。でもこれでゴールでしょう。ゴールですよね。最後竜巻、おっと、これはダッシュで行けばスターにならない。まあ今のはちょっと遅いよね、確かにね。よーし、なんとかクリアしました。2ステージ目、ステンドグラスを完成させるためには残り3ステージ。
なんだか終わるのは寂しいな。待って、残り3ステージだけどさ、依頼まだまだあるよね。ってことはお城の完成と依頼の数はイコールじゃないな、多分。ですよね。うわ待って、めっちゃある。100、うわ待って、まだあるな。ちょっと最後見ないようにしましょう。はい、62番、危険天然フグ万年。フグ万年こいつやばすぎっしょ。でもマジ面白いやつだからいっぱい置いちゃったしな。てかこれゴールできんの？誰か確かめてくれよ。海が好きなお兄さん。本当に新しい人ばっかだな、依頼が。海が好きなお兄さんからですね。ゲームスキンはスーパーマリオ 3D ワールド。フグ万年ってなんだっけ、あの食べてくるやつ、食べてくる紫の魚でしたっけ。フグ万年は、はい、キノコゲット。なんかちっちゃいマリオの状態だと帽子をかぶってないっていうのは 3D ワールドだけかな。 3D ランドもそうだったっけか、忘れちゃった。 3D ランドはなんかちっちゃい状態でも帽子かぶってたような気がするな。ちょっと覚えてる方コメントください。確か帽子かぶってた気がするけど、待って待って、やばいやばい、フグ万年が来るて、フグ万年が来るて、怖いな。フラワー、これはありがたい。フラワーがあれば大丈夫でしょう。ここなんもないな。これなんか 3D ワールドの仕様なのか、 3D ワールドのスキン的にその一番上までブロックを乗せれないんだろうか。待てよ、待て待て、危ない。声をして、声がするんだけど、フグ万年から。これで鍵をゲット。この中に入っていきましょう。ボーナスステージだと思うんですが、びっくりした、今スターなかったらマジ終わったかと思ったわ。はい、でここコインを全部取っていく。待って、これ出ない、トゲ出ない、トゲが出ないっていう大前提でやってますけど大丈夫ですか。これ触らなければ出ないのかな。まあいいや、触らぬ神にたたりなし的な感じなんで、このまま行きましょう。こっちは正規ルートじゃないとこか。それ羽つけれるんだ、怖。待て待て待て、怖い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 、羽つくなって。フラワー一発じゃないよね、フグ万年多分フラワー一発じゃないんで、さっき見た感じ。あまりフラワーで相手しに行くのも良くないと思います。逃げるのが一番いいでしょう。そろそろゴールがいいんですが、フグ万年怖いよ、フグ万年がめっちゃ怖い。待て待て、30、いや絶対取れんわ、それは、それは絶対取れん。あーもうゴールしちゃうもんね。上を目指すとかそういう余裕ぶっこいたことは言ってられません。今の30コインも難しいな、ファイヤーで倒さないと多分いけないですね。うん、スルーしてあそこは無理だと思います。はい、232コインゲットしました。もうコインゲットしても意味ないと思うんだけどな。なんかまだあるかな、ステンドグラスで最後かなと思ってるんですが、はい、次のお題やっていきましょう。63番、打って切り替えオンオフスイッチ。さあ腕前を見せる時間がやってきたぞ。ファイヤークッパクラウンに乗ったら B を長く押してファイヤーを放ち、オンオフスイッチを切り替えろ。君はゴールできるか、熱いアナウンサー。ファイヤークッパジュニアクラウン、ん、クッパジュニアファイヤークラウン、あれまあいいや。スキンはスーパーマリオワールド。めっちゃ多いなこのクラウン系。待て待て待て、スクロールは効いてない、スクロールは効いてないぞ。待って、虹がすごい、何この虹、こんなんあるんだ。これで切り替えれる、なるほど。待って、切り替えるとまずいやんけ、切り替えるとまずいじゃん。この下を通っていきましょう。そのコインもゲットしたい。待てよ、これで、はい、切り替えてキノコゲット、ありがたい。でもそっちのコインは入手できない。いや、キノコ優先でしょ、びっくりした今。危ないな本当に、なんか大根みたいな、これ大根じゃないイメージ。これ上行った方がいい、下行った方がいい、絶対下だった、絶対下だって。待って、ブロスが危ない、ブロス絶対危ない。待って待って、怖い怖い怖い、ブロスが怖いね。オッケー、よくももうやってくれたな、マジかあいつら。これファイヤー貫通、はい、さっきのところまで来ました。その奥のブロス気をつけますよ。待って、あいつ羽ついてる、羽ついてんのマジか。うーわなんだあいつは。ここを押してブラックパックンを倒す。羽つきハンマーブロスなんているんだ、めっちゃ強いやん。よーし、これでキノコが欲しいです、乗り換えましょう。こいつ攻撃してくると思わないじゃん、それ先に言ってもらわないとわかんないよ。じゃあ次行きましょう。待って、急になんか来るからなこのステージ、さっきからなんか騙されてばっかだぞ。待って、スクロール速くなってる、スクロール速くなってるって、怖いって。はい、ここ打って、スクロール速い、スクロール速いって。はい、ここ打って、もう終わり、もう終わり、もう終わりがいいんだけどな。危ない、なんかなんか火吹いてる、火吹いてる、怖い怖い怖い、クッパ、クッパがいるってこと。待て待て、火吹いてる、火吹いてる、バカ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 、待て待て、怖い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 、倒し、まだなの。待て待て待て、はい、ここ倒して、ここ倒して、バカバカバカ、危ない危ない危ない、本当に危ない、本当に危ない、本当に危ないから、
待って、そこのフラワー取った、いや残しとこう、一応残しとこう。タイフラワーワン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 、クッパちゃんクッパちゃん、待ってまだなの、何発、5発じゃん、3発か5発じゃねえの、普通5発か、もう3発当てて5発だな多分な、オッケー、これ当てて5発じゃないだと、何発だじゃんお前は、何ファイヤー使った方がいい、ファイヤー使わないとやばい、これもしかして、あ危ない、よーし倒した、もう、ええー、なになに、バカバカ、なになに、なになになに、すごい落ちてきて、ええー、今ちっちゃかったらアウトだったで、でここを押してゴールですか、はい、でこれ壊して、でこれでやっとゴール、もうめっちゃむずいじゃん、これ星2じゃなかった、星2じゃないよ全然、星3か4でしょ今の、初見殺しにも程があったな、よーしなんとかクリアしました、最後ファイヤー取った方が簡単だったような気もしますが、もうちょっとで1000コイン、はい、でステンドグラスもラスト1回だな、待ってもしかしてエンディング、なんだどうしました、あ親方がいない、えそんなことある、はい親方がさらわれたのです、親方がマリオさん助けてください、親方ヘルメットだけになっちゃって、はいキノピオさん、ハワハワハワワワワ、マリオさん緊急です、うまくはませな話せないので、これを決戦猫クッパ、待てよこれ最後か、大変です、親方がクッパに連れて行かれました、これじゃお城が完成しません、あう心配です、早く親方を助けてあげてください、お願いします、受付キノピオ、それではお願いします、待て猫クッパ、猫クッパってあるの今回 3D ワールドのね、あのラスボスなんですけど、猫クッパなんて選べんのか、待てよ怖、待って、なになになに、ヒップドロップ、ヒップドロップで上に行って、まずキノコをください、よしキノコがないと何も始まらんからな、はい、でファイヤー危ないって、待って怖いってお前ら、やめろやめろって、怖いって、はいこいつ踏んでいいぞ、うわ待って、そいつやばい、でけえのはやばい、でけえのは怖いって、でマグナムキラーもなんとか避けて、キノコか、あー待って、まあいいや、これはいらないでしょーい、お前お前待って、めっちゃめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、キープドロップ OK、 これで押しておく、でマグナムキラーは一旦スルーしていいでしょう、その上なんかあるか、待て壁キックでなんか出そうだけど、ちょっと怖いから無理、怖いから無理でした、ここもハイヒップドロップして、はいもうこのまま、あやばいやばいやばい、マジでやばいマジでやばい、あああああああ、よく食らわなかったね今、ありがてえ、でこう行って、はいそこもやって、怖いって、ここもやって、何これもやって、そっち側それフラワーかなんかすか、キノコしかもらえないじゃないですか、フラワーをくださいよ、フラワーを、待って来る、来た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 、待って待って、やばいってやばいって、これどうやって倒すの、これスーパーでどうやって倒すんですか先生、待って、無理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 、待てよなんかあるはずだ、上か、上またげばいいのか、うん、どっか行った、どこ行ったぞ、下行ったぞあいつ、あうーい、今食らってなかった、待ってこれなんかなんかちょうだい、なんかキノコしかもらえないじゃん、怖い怖い怖い、待って30コインとかやってる暇ないわ、ここなんかあるってこと、なんかあるね、1アップだった、待って怖い怖い、猫クッパが来てるって、バカー、今の食らわなかったんだ、まだ、うわカートだ、カートがありゃこっちのもんよ、これで進んでいきましょう、キノコはいらねえんだけどな、食らわないように気をつけろ、ここでジャンプして、オッケーオッケーオッケー、クッパ来る、痛い、待って待って、いや無理だって、はいカートのところまでやってきました、もう矢印以外はジャンプすんなってことだと思います、多分矢印があるまではアクションを起こさずにやっていきましょう、いいよ、矢印だけジャンプする、オッケーオッケー、その調子、矢印だけジャンプする、いいですねいいですねいいですね、矢印だけ方向切り替える、この上いけるんだ、で矢印だけジャンプする、いいよ、こういって矢印だけジャンプする、そっち、待って待って、逆ってこと逆ってこと、そういうことだね、はい、でここ行ってジャンプ、オッケーいいよ、出た出た出た、怖い怖いって怖いって、はい、ジャンプして、いいよいいよ、マグナムキラーが助けてくれたーい、よう言ったな今のも、待って、お前はお前は引けばいい、オッケー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 、思いっきり引けましたね、これもジャンプして、うわカート乗り捨てなければいけない、猫クッパまた来るんだろうどうせ、さっき倒してないもんな、はいまたまた中間ポイント、まあ何何なんかトクントクン言ってるな、演出が、うえい、羽羽猫クッパが来ましたけど、後ろからなんか攻撃してきてるじゃん、そんな仕掛けできんの今回、なんかもうすげえ全然いつものクッパと違うじゃん、待て待て落ち着け落ち着け、これは何何何何何、金網じゃないよね、金網じゃないと見た、おわい、よう食らわんかったな今、おーい
今の大丈夫だったか。くん待ってや、待って今来たばっかじゃん。うー入っちゃうもんね。キノコ来たばっかだったよ。これ何何、おーっとパワーブロック来た。これでどうにかしろってことだな。パワーブロックはどうすればいいこれ。何何何、うーパワーブロック来てるよ。あうわって投げろ。これでオッケー、猫クッパ、これで猫クッパを倒すんだ。頑張れ頑張れ。これ登ればさベル出てくるから、すぐありがてえ。これはでかいぞ。はいパワーブロック、待って待って待って、倒すしかねえんだな。分かったぞ。これじゃ直接ぶつけよう。オッケー、直接ぶつけるんだ。ベルください、ベルベルください、ありがとう。ただこれ2個までだな多分な。待てよ、パワーブロック持って猫クッパ来いや、猫クッパ来いよ。決戦だお前と。おい待って、怖い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 、猫クッパ待って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 、早く来てこっちに。え何、どうすればこっち来る君。この調子じゃ来ない感じ。来た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 、直接ぶつける、オッケー。え待って、食らってるこれ。あ食らってはいるな、多分食らってはいる。この透明度感とかもうまく使ってかわしていく。いいぞいいぞ、この調子この調子、オッケー。当てろ当てろ、うーっと当たらない、いけるいける、これで当てる、素晴らしい。嘘でしょ、早く早く出して、もう早く出して早く出して。これを待って待って、落ち着け落ち着け落ち着けや落ち着けや、投げる、素晴らしい、倒した、オーケー。いや面白、猫クッパとか出せるんだ。なんか全然難易度変わってたけどね今。これでゴールですか、多分これで終わりだと思うんですが、ま、待って、なんだまだなんかあんのか、上に上がってますけど。終わった、おキノピピノピコ、キノピコ親方が捕まってる。ピーチ姫じゃないんだ今回は。はい助けました、キノピコ親方と一緒にゴール、いいですね。これで一応城は完成した。最後親方がさらわれたのはびっくりしましたが、はい147コインゲット、コインも綺麗に1000枚を突破して、親方帰ってきた、おー帰ってきた、よかった、さらわれてたもんね。キノピコ親方を助けた。ステンドグラスもちょうど完成かと思われるんですが、プハー空気が美味しい、マリオさんありがとうございました。そしてステンドグラスが完成したようです。早速オープン、どうなる。はい赤キノピオが頑張って作っていましたが、あのいつものピーチの柄のやつですよね。出たー、ステンドグラス完成 100%、 お城完成、やったー、ついにお城が完成しました。はいマリオさん、新しいお城がついに完成です。あーそれにしても美しいお城、私歴史に名を残しちゃうかも。最後までやってますね。あーこんなこと言ってる場合じゃないですね、早くピーチ姫をお迎えに行きましょう。ピーチ姫できたよ。私はちょっとコインと材料を集めてただけですけど、おピーチだ、どうですかこれは。まあ素敵なお城、みんな本当に頑張ってくれましたね。マリオ何ありがとう。いえいえ、私はコインを集めただけですから、頑張ったのはキノピオたちですよ。お何チューしてくれる、やったー。よーしこれでエンディングかな一応。おーやったね、マリオさん元気がみなぎって花火が上がっている。お大砲から花火出してたの、なんかそのトゲのメット気に入ってるね。あの子紫キノピオだっけ、あの子ずっとあのメットかぶってますけど。おお親方、親方のおかげですよこれも。バイバイ、エンディング、おおみんないる、あのカエルの場違い感がすごいけどな。山村も飛んでるね、消しゴムくんとあとパーツくんか、君は下にアンドゥー犬もいますね。黄色キノピオはいつも、待てよお前、まさかだろ、嘘だろ、やらかすなよ、えまさかでしょ、やんないもんな、アンドゥー犬。オッケー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 、びっくりした、オードットだ。おーいやこれでエンディングですね。でもまだありましたよね。おー終わったー、すごいエンディングドットでいい感じ。あーなんかフォントも凝ってるな、なんか上もねメーターとか出てますし、いやー面白かったって、多分まだ終わってないねこれね。一応お城は 100% になりましたけど、まだストーリーモードでクリアしてないステージがいっぱいあったんで、次回からはあれやっていきたいと思います。あとねちょっとこれを機にオンラインモードやりますか。ちょっと一旦エンディング迎えたので、オンラインモード、対戦もあるんだよね、4人で対戦するモードとか、あとはみんなが作ったコースとか遊ぶのをやっていきたいなと思います。ちょっといつからになるか分かりませんけど、近いうちにやりますよ。
だからストーリーモードとはちょっと別進行で、あのどっちもまあ交互にアップするかストーリーモード中心になるかはちょっと分かりませんけど、やりたいと思うので、あのオンラインモードとかね、あのやってくださいとかっていう声が結構いつもコメントであるので、あの やるので安心してください。いやでもストーリーモード面白かったね。なんかさすがって感じ。あのもちろんみんなが作ってるコースも、黄色キノピオが寝てる、そしてトゲメットのキノピオさんが、紫キノピオかそこにいますね。なんかあのみんなが作ったコースももちろん面白いものはたくさんあると思うんですけど、公式が作ったコースはなんだろう、絶妙っていうか、その面白さと難しさが絶妙になってて、なんだろう、コースを楽しむっていうのと、あとはこういうアイテムとかギミックマリオメーカー2で足しましたよとか、こういうコースも作れますよみたいなお手本として本当に素晴らしい。さすが公式、さすが今までマリオを作ってきた方々だなと思いました。まあなんかやっぱ任天堂がコース作り一番うまいんだねすごいわ。絶妙なんだよね、その面白さと難しさが。ただ難しいコースとかっていっぱいあると思うんだけど、そこにちゃんと面白さを掛け合わせられてるのはすごいな。山村がいましたね。なんであの鳩は山村っていうすごい日本人っぽい名前なんでしょうか。お、残り秒数も80秒と少なくなってきましたが、パーツくん完全にもうレンガブロックに目ついてるだけだもんな。うん、ブロックくんだと思うけど、どっちかって言ったら親方がビルダーマリオについてきてアンドゥー犬に先導されてるみたいな図が続いていますけど、おー、カエル来た。カエル、その後ろのチャックもドットですごい再現されてる。そしてでかいな、中に何が入ってるんだ。普通の人間が入ってるんだろうけど、なんかそこもまた面白いですね。あれ、オトガエルだよね。あのマリオメーカー1の時からいた人たちが、多分パーツくんもそうだし、あとこのアンドゥー犬もマリオメーカー1からいましたね。山村もいましたしね。うん、だからその音遊びだっけとか、あ、まあロケットもそうだよね。マリオメーカー1からいた要素なので、お、終わったか。残り20秒くらいですが、エンディングが終わろうとしている。エンディングもドットでいい感じですね。これ全部なんだろう、クリアっていうか、全部のステージクリアすれば真のエンディングとかそういうのあったりするんでしょうかね。お、ピーチ姫、城が完成しました。やりましたね、城も最後。どう、ルイージ来た。ルイージとキノピコ親方とマリオとピーチとアンドゥケン、サンキュー。これでどうなる。はい、ビルダーマリオのヘルメットゲットしました。ビルダーマリオの服もゲットしました。スーパーハンマー、これは新しいパーツを手に入れました。ゲームスキン、スーパーマリオ 3D ワールドで使えます。なんだこれ、ハンマーマリオみたいなことなのかな。はい、お城の完成おめでとうございます。マリオメーカー2ではストーリーモードのようなコースはもちろん、アイデア次第でいろいろなコースが作れます。ぜひコースを作るから楽しいコースを作ってみてください。よーし、じゃあ一旦エンディングまで終わったので今回はこの辺にしておきましょう。じゃあ次回またストーリーモード続きというかね、あの残りのお題やっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。